皆さん、ナマステ。ナマステ。フォルスです。監督です。インド代表でワールドカップ優勝を目指すザ・ファイナル。グループリーグ第2回戦ですね。中2日かな？中2日での南アフリカ戦。中2日なん？中2日じゃない。中2日って多分中2日。中2日。カカじゃない。めちゃくちゃ過密日程ですけどね。こんなもうちょっと余裕持たせてくれてもいいじゃんと思いますけど。中2日での、はい。流せとなりました。まあ当然のことながら、体力が回復してないんですよね。で、普通のチームの後半戦ぐらいの。そうだね、うん。このまま行くと後半に絶対バテるので、できればこう中盤をいじりたいんですけど、中盤できる選手がいないと言いますか。いや、やらせてみればできるよ。やらせられる人いるかな？コタルは、まあ、CDF、セントラルのディフェンスのミッドに入れると、うん。ダースはサイドバック、アントもサイドバック。彼らは皆、なんでしょう、ね、専門でしかできないんですね。もう、いっそのこと、キーパーとか入れてみるか。そんなできないできないって言うなら。いや、まあコタルはとりあえず入れとく。うん。一旦オーバーでしょ。コタ、どうしようかな。まあ、リンドに変えてコタルかな。で、できればね、ラフィクケとか、ジョージのところに、ラルペ、ナルザリーとか入れられたらいいんですけど、入れちゃえばいい。入れてみるかな。この、シンの、この、ライトミッドフィルダー。ライトミッドフィルダーっていうのが全然できる。できそうだよね。大丈夫だよ、ね。ラフィック入れれる。ラティックに変わって入れて、ラルテが、まあ、レフトミッドフィルダーも一応できるということなんですけど、まあ、でも、ラルテの能力的に、ちょっと左でやってもらえますか。ジョージにはこのまま頑張ってもらう方向で。で、ダス、アンと、ダスも、能力値、値的にはね、低いんですけど、まあ、体力があるなと。なあ、だからターンオーバーで。まあ、確かに。インドごとき、インドごときのターンオーバーだけど。イタリア戦がね、多分大切な試合になるから。うん、間違いなく。じゃあ逆にここで南亜戦に勝ってしまったら、あとは、イタリア戦が消化試合になる可能性もあるんでね。あり得るな。3勝、うん、2勝同士の、もう1位か2位か決めるだけの試合になる。なるかもしれないか。はい。南亜戦やってきますか。ごめん。敵になろうとしてる。さあ、今回も更新なく。なんででしょう。あれなんか設定のところで入場消すとかやっちゃったかな。いや、やってない、やってない。え、決勝になったら見れるのかな。もうすでにスタンバイしてあるね。注目選手とかも言ってくれないんで、スタメンも発表しないし。試合開始です。ただ戦えと。ところだ。ご覧ください。なんか力強いな。アフリカ感がある。ゼロトップに近いようですね。ヨンサンさんゼロトップに近いようだって。やったね。なんでゼロトップ好きなの。ゼロトップ結構かっこいいけど、ここはもう来たよな。いや、それいいんだけど。抜けないか。さてどうする。カウンターでガンガン来ますからね、このチームは。多分危ないよ。主審が流していますね。先進がアピールしてたけど、味方同士のぶつかりで何を取ろうと思ったんだろう。まあや、ガス。ここで一旦ペースを落としてボールを落ち着かせます。中にボールが入る。ちょっと、ちょっと近かったね。なんかあんなにマークついててクロスはちょっと、ダメだったかな。おぉ、いいな、いいボール。なんか、おぉ、惜しい。ただよく止めたな、相手も。キュンか。彼は誰だろう。いやー、うまいですね。なんか、長い名前だったな。おぉ、消えちゃった。お、残った。残った、残った、残った。
トラップ。ここでリプレイが出ます。マボングはね、3です。さっきも15番。あ、ウーなんとかシーン。うん、ウダンタシーンだっけ？ウダン、ウダン、ウダンタ、ウダンタ。おぉ。そんなところにいます。でも中はいないよ。中はまだ。いや、そうですから。キーパーキーパーキーパー。キーパー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 。大きく蹴りましょうね。安全第一。やっぱフィジカル強いよね。でも球離れが、あーって思いました。した何をするんでしょうか。早く点が欲しい。うん、フルマン。サイドへ展開していきます。え、出さないんだ。流れる。ゴールに襲いかかります。中の人が相手のゴール前でパスを出します。ゴール前に絶妙なクロスを出しましたが、これはディフェンダーが読んでいました。ああ、そうじゃないんだよな。あ、取れた。ナイス、ナイスカット。で、ここでカウンターいけるでしょ。いったけど、中に人がいない。緊張感が増す。ゼロトップ上。あ、いけー、抜けー。来た、来た、来た。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。うさいないよね。うさいない、うさいない。なんか、際どかったから、うん、危なかったけど取れましたね。どうなったの今のゴール。チェトリか。チェトリのゴール。さあ、3大会連続のインドのエースチェトリ決めてくれました。やっぱでもサポはみんな青を着てる。リプレイです。思わぬ形の失点となりましたね。ゴールが微妙、なんか微妙な横かな、うん、横なのかな。チェトリースニルチェトリー、もう早くもチェトリーを使ってしまったから、隠しておきたかった。秘密兵器みたいな感じ。うわー早い。あーそっちも、いやばい、いやべ。オッケーオッケー。誰に2大会経験するわけじゃないです。稼いつつ、よし、やめない。いい形でゴール前まで。うわあ、間に合わなかった。うなとフィーリングが合わなかった。彼はインドの監督なの。うん、誰。ただ本当の人の顔なのか、適当なモブなのかは分かんない。でも映るってことは作った顔。ってことなの。これはカードもありえますが、どうでしょう。これは動かないよ、もう。さあ、ここは直接はいかない。はい。あ、いやー、やべやべ。これはなぁ。うわぁ、今の決めたらすげえ結果良かった。カウンター。お前それ走りすぎやねん。よっしゃ、ナイス。取れないか。どちらが取るでしょうか。取れてないのかな。襲いかかります。やばい。早い。いいよ。おお、何今の、何今の。危なぁ。え、いや、こう動かしたんですよ。あー、危なかった。いやでも、オフサイか。なんか、後ろで先進旗上げてた。ああ、そう。なら、まあ、安心というか。うん。うん、勝ってるし、別に乗せることは。そうだね。おっし、おー、オフサイじゃない。しかし。だが、ちょっと孤立してたな、シンが。シンじゃない、チェトリが。やばーし。やばし。やばし。止めないと、止めないと、止めないと、止めないと。よしよしよし。福神がコーナーフラッグを刺します。で、まあ、まだコーナー、まだコーナーですよね。おー、それはダメ。おー、ナイスナイスナイス。時間使うぞ。ゆっくりこ、ゆっくりこ。時間使うぞ。これファールになるかな。6っていう数字は一応出るんだよね。
まあ、ゼロ。でもなんかファールになったことがあんまない気がするんだよな。じゃあ、はい、前半1対0。さっきと一緒です、うん。さっきと同じでリードを奪ったまま後半入ります。この選手ですが、前半のパフォーマンスを見る限り後半にも期待できそうですね。いやチェトリ。ゲームをリードするゴールを。何一人が出て。一人が出てまして。俺頑張ったよ今まで。これは違う。これは相手のビッグセーブです。うわ、うまい。が、いやー、危なかったな。なんか微妙な展開だけど、オフサイドではないんだね、これが。あ、やっぱインドの監督なんだ。うん、ミスったらオフサイドだったな。うん、イタリアはどこだい？あ、そこか、引き分けですね。11引き分け。引き分けだね、11だね。11で引き分けてくれるんだったら、ほとんど、ジョージが。ジョージに変えたいな。2試合連続で出てる。ラティク入れます。インドの一番の敵はね、体力なんでね。うん、それ以外はなんとかなる、うん。意外となんとかなった。ゆったりとしよう。うん、あー、ゆったりとしたいのにそんなところに入れてしまった。ボールを回して味方の上がりを。うわ、どうするの？合わせてくるか。きついか。ちょんって触ったら入りそうなもんだけど。あ、こっちか。うん。空中戦で負けたくない。いやー。ちょっと伸びてしまった。ここを起点にできるか。ただ、ちゃんとブロックは作れてるか。福西さん。なかなかってそっちじゃないんだよな。これはこのまま行ってしまうんじゃないでしょうか。パスがちゃんとしてくれない。集中を切らさないようにしっかり戦えばこのままの。ああなんか体を入れられる。うん、あと二人でやってるとなんていうかカーソルが変わるタイミングがね結構その読みづらくて難しいですね。そうじゃない、そうじゃない。いい形でゴール前まで持ってきました。当たれ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 。よし。おー、危ないよ、それは。オッケーオッケーオッケー。よし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 。さあ、でも、まだ、ちょっとゆっくりしたから。あんまり攻めても味方が上がってくれないですね。うん、よしよしよし。攻守の切り替えが大事です。クリコ。なんか膝突き出してる選手いるしな。チェックですね。あーっとっとっと。あーやべ。そう抜けていくのか。よし、あぶない。いや、あぶない。オッケーオッケーオッケー、大丈夫。あーってか、今のはノーファール。ナイスインターセプト。追いつけるか。おー。ぐだぐだですけど、守れてる、守れてる。おっ、こっちもじゃあちょっと変えてください。ラルテか。ラルテを、アルパクルーは、シンは意地、あ、シンじゃない。チェトリは意地でも変えないっていう、なんていうの。エースを信じるみたいな。大丈夫かな。怪我とか。怪我怖いけどさ。疲労的なものは。ジジェラルペクルーは入れます。そうですね、ジジェなんで。前線からプレッシャーをかけてほしい。イエイエかな、勝手に。ああ。俺の中で、ジジェじゃん。ジジェだった。そこまで引っ張られた。ジェジェじゃあ、ジェ頑張って。お、いいクロス、いい、あー。クロスの精度を欠きましたね。おい。よし。二人で、二人で取れた。インド作戦。インド作戦。うわ、来た。これは、くっそトラップ。トラップっていうか、ちょっとドリブルすぎたなぁ。あ、レフェリーが試合を止めました。
こっち側、まあ、よしよしよし。ハンド。主審が近くで見ていましたから、これはどうするんですか、つなぐか。普通に、うん、パスでいいんじゃん。危険な位置です。うん、緊張感が増してきます。来た。あっ、いやー入んないのか、今の。いやー、うまく振り向きざまは難しいんですかね。選手もしまってるんじゃないですかね。痛い痛い痛い。ああ、なんか残ってた。前入力が。うん、前入力が。うまいって回すなぁ。やっといて回してきたの。さっきまでゴリゴリ。ゴリゴリ言ってたのに。足出されている。ボールが足につきません。ルーズボールだ。ボールを中盤で奪いました。このチャンスに、ジャンもがぜん盛り上がっています。会場の雰囲気が選手を後押ししてくれていますね。チャンスを狙っています。しかし、最後は、最後は、ゲルトロス打たれても、中が怖い。オッケー。まあでも、もう82分か。そうだね、もう、ほとんど守るだけみたいな感じです。選手交代があるようです。いやー、もう1点、欲しいな。危ない。戻そう。考えるまでもありませんでした。攻撃は失敗し、相手ボールです。あ、でも、敵全然プレスはかけないのか。うん。いいのか、お前たち。だいぶぬるいよね。お前らだって2敗だからもう終わるぞ。そうそうそう。切り裂けるか。なんで全然掴めないの？けど、来たけど。今どっちにそれたの？上にそれたの？上だと思う、多分。しっかり決めておきたいですね。あ、右か。惜しいな。やばいな。スルスルと言って、うん、スルスルと言ってのは良くない。よしよしよし。よしよし。守りきれる。あー、そうじゃねえよ。ロスタイムにそろそろ入りますか。3。まあ、あー、今のは、チェンジしなければよかった。チェンジミスです。あーっと、これは一番やばいやつ。オッケーオッケーオッケー。あ、もう時間が、時間を稼げば終わりそうな気配がするな。はい、オッケーオッケーオッケー。よし。あー、インド代表、なんと2連勝。いや、まあ、CL の時ってこれぐらい幸先良かったっけ。うん。CL もね、かなり安定したスタート切れた。結構なんか 1-0 が多かった気がする、CL。違ったっけ？ 2-1 ぐらいだっけ？うん。あんま覚えてねえもん。勝ったら覚えてない？まあ、一応ゴールシーンは。その、ファーマン、フルマン。あれ危なかった。これがなんか、でもオフサイドっぽいね。うん。ないって言ってるからないんでしょう。まあ、ないってことなんでしょうかね。という感じで、レーティング。なんと。そう。コタルが、マウザマッチと。8.2。ということで。やっぱ5、まあ、あ、でも 5.6 ラルペは、あ、途中からか。途中から投入だけど、まあ、全然活躍できなかったっていう。そう。ことなんですね。まあ相手は普通、でも相手も結構高いよね、負けたのに。うん。いいとこなかったと思うけど。まあまあまあ。支配率、まあ、試合スタッツの方は、どっちも互角だったのかな、ほぼほぼ。むしろ枠内3本も打たれてて危なかったな。はい、じゃあ、第2戦こんな感じですかね。いやは、イタリア引き分け。あれ、じゃあもう首位じゃね、うん、引き分けたか。多分これで首位で、突破はまだ決まってない。イタリアに負けたも、負けても、6で、スイス7-6で、スイスは勝とうが、勝とうがいけないよね。5、4だから、もう決まったね。うん、決まりましたね。はい、なんか、第2戦にして、すでに決勝トーナメント進出が決まったという。割と、
初めてだよね。まあ、優勝狙ってますから。うん、優勝狙ってます。ひどいな、試合後。では、とりあえず、第2回、こんな感じで。はい。では、次回もまたお会いいたしましょう。はい。どうもありがとうございました。ナマステ。ナマステ。